皆様こんにちは。富山県商工会女性部連合会会長を務めております水口でございます。この度予定しておりました事例発表事業がコロナウイルスの影響により中止となりました。そのため YouTube を通しまして各商工会女性部の取り組みをご紹介したいと思います。それでは富山市八尾山田商工会女性部が取り組まれました観光スポット周遊マップ作成事業をご覧ください。私たち女性部はこの事業で地域内に点在する観光スポットを地図でつなげ八尾山田地域を訪れるお客様が地域内を自由に周遊することができる観光スポット作成事業に取り組みました。例えば私がどこかの観光地を訪れた時にはその地ならではの景観や美味しい食べ物そしてその旅の思い出となるような体験ができるようになぁと思っています。皆さんは家族や友達と旅行をする計画をする時楽しみにしているのは何でしょうか。さて現在の国内旅行の傾向を調べてみますとご覧のように全体の 90% は個人旅行となっています。そういえば八尾山田地域でも最近は団体のお客様よりも夫婦や少人数グループでのお客様が多くなっています。旅行目的では観光目的が 53% を占めています。また旅先で楽しみにしていたことは自然景観を見る美味しい食べ物を食べるその他に温泉、名所、文化観光施設の見学が主な目的となっています。今はインターネットを活用することで観光地のさまざまな情報を得ることが可能になりました。でも旅行で現地を訪れた時には目的地を探したりお目当てのお店まで歩いた方が良いのか近くまで車で行って駐車場はあるのかななど土地勘がない場所では戸惑うことも大いにあります。そこで私たちは今度事業を活用し土地勘のない観光地を地域内にある様々な見どころをスムーズに回遊することができるガイドマップを作成することで地域内に点在する観光スポットのネットワークを深くともに小原や引山祭り以外の観光資源を活用することで年間を通じて八尾山田地域に観光客を誘致するきっかけとなればその思いで事業に取り込みました。この事業での具体的な内容は見どころが集中する観光拠点地点とその周辺地域や山田地区にエリアを広げ点在する観光スポットを網羅することで地域内を周遊するしやすく様々な魅力を満喫していただく目的で2つのマップを作成しました。1つ目は公共交通機関を利用したお客様が徒歩で散策できる観光スポットを集約した散策編です。2つ目はマイクアなどで車を利用したお客様がドライブがてら地域内の観光スポットが巡ることができるドライブ編です。この2つのマップを組み合わせることで地域内の観光スポットを1つにつながることにしました。マップを作成する上で大事にしたいことはお客様が必要とする情報を提供することです。それには日頃からお問い合わせが多い食事どころや休憩場所特産品や観光体験施設見どころをジャンルを分け一目で分かるようにすることまた土地勘がないお客様にとって必要な情報を伝えることです。例えば八尾で観光の中心となる市街地には一方通行の通りがあります。しかしこの通りが一方通行であることを知らずに走行する車があります。このように安全に安心して過ごしていただくことのために情報を提供することにしました。まずはじめに地域内のおすすめスポットについては先ほどのジャンル別に情報提供を呼びかけるため全部員にアンケート調査を実施しました。その調査結果とともにお客様におすすめする場所の絞り込みを行いました。
次に安心して過ごしていただくための情報が必要だと考え、一方通行の表示や休憩場所、お手洗い、駐車場などをマップに盛り込みました。いよいよマップの試作です。お客様にとって分かりやすく、しかも私たち女性部らしい可愛いマップにするにはどのようにすればいいのか、まずは県内の様々なマップを集め、良いところや真似したい部分を部員同士で話し合い、意見を出し合いました。そしてデザインの専門家の意見も参考に全体的に構成を決めました。分かりやすいのは文字よりも写真だねということになり、全体を写真やイラストを使って表示することにしました。写真は私たちで撮ることになりました。食べ物が美味しそうに見える写真の撮り方や、商品が綺麗に写るように背景の工夫をするなど、写真撮影のコツを学びました。この情報はこれからも自分の商売に使えそうです。また店舗の取材をするときには、会話を通して必要な情報を相手からうまく引き出す方法も学びました。そしていよいよ実践です。スマホを片手に取材に出かけました。おすすめ商品、営業時間など話をしながら写真を撮りました。写真はプロではないのでとお断りを入れて撮影しました。皆さんは心よく了承してくださいました。今回の授業では、観光客からお問い合わせが多い事柄をジャンル別に分けて、全部員に情報提供を依頼しました。情報を取りまとめる中で、自分が知らないお店へ行ったことない場所もあり、地元の魅力を再発見する良い機会になりました。また八尾と山田2つの地域の魅力を1枚のマップに集約することで、地域全体としておもてなしの力の強化につながることではないかと思いました。この取り組みによって、来来者が増え、地域内の様々な見どころを周遊していただくことで、地域全体が活性化することを期待しています。こちらが完成したマップです。事業を進める中で QR コードを活用して、各店舗のホームページや Facebook などにアクセスできる機能を付加したらいいねなどの意見もありました。しかし残念ながら、紙面の関係から QR コードの活用までできませんでした。でも部員の中から、まずは部員自らの SNS を使ってお店情報を整備し発信できるようになったらいいねよねということで、講習会を開催しました。今後の課題として、このようなマップと SNS うまく組み合わせることで、効果的に地域の魅力を発信することができるということを、この授業を通して感じることとなりました。最後に、今回掲載した場所は部員がおすすめる場所として紹介しましたが、まだまだ紹介したいスポットがたくさんあります。また紹介できなかったお店もたくさんあります。皆さん、八尾山田地域へおいでの際は、ぜひこのマップを使っていただき、いろんなスポットを巡るドライブを楽しんでいただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。